杉咲花さんが演じる映画イチコ見ました。第28回プサン国際映画祭正式出展の映画なんですけども、結論から言うと面白かったです。僕のね、隣の後ろにいた女性がおえつするぐらいめちゃくちゃ泣いてました。それぐらい面白い映画だと思います。ただ僕としては映画館で見てもいいけども、まあ DVD でもいいかなっていうぐらいです。とはいえ映画館で見た方がそれはいいに決まっています。でも面白かったです。時間としてもね2時間ちょっとなんですけども、まあ、ちょうどいいぐらいかなと思いました。迷ってる方いたとしたらね、まあ見た方がいいです。まあ少なくとも映画館じゃなくても見た方がいい。うん、それぐらい良かったです。ただし暗いし、ちょっとおーっていうシーンだから、窓際のトッチちゃんと比べると、まあなんか爽やかにはなれない、うん、そういう映画。はい、迷ってなったら見た方がいいけど暗くなるからそこは要注意で、よろしくお願いします。詳しくは僕の動画で。バイバイ。